福の夜高祭り福の夜高祭りは、富山県南都市福の地域の市街地で、毎年5月1日から3日に行われる、江戸時代中期より続く、福の新名社の春季祭礼である。5月1.2日の宵祭りには、夜高安どの練り回し、3日の本祭には4期の引山、1台の屋台が巡行する。なお4月30日には前夜祭りが行われる。 福野地域の前身である福野町は1650年に町立てし、2年後1652年に大火で町全体をほぼ消失したが、町の再建に即座に取り掛かった。その際、新名社創建のため、伊勢神宮の分娩を迎えることになり、死者を送った。その死者一行が、人途中栗から峠あたりで夜になったことを、町民たちが知り、安闘をもって、 死者を出迎えたのが、祭りの始まりと言われる。なお、富山県内の都並、南都地方では、津沢夜、公安丼祭、生姜観光祭、五、鹿野夜高祭り、都並夜高祭りなどの夜高祭りが行われているが、これらは、神事ではなく都並、南都地方で6月初旬に、田植えが終わり、休みを取るという意味の、休んごととと言われる習慣があり、この時期に合わせ各地で、 五穀法上を願うた祭りとして行っているもので、福野から伝わったものと考えられる。引山の創建年代は定かではないが、上町、横町には、それぞれ、1826年以降引山を行った、1847年に引山修繕を行ったとする古文書が残っており、1818 18年から1829年に、各町で引山が創建され、 1830年から1843年には四丁引き揃えが行われていたと考えられている。また同じ四丁の屋台が引山を先導して、巡行神王歌を披露していた。現在、1日、2日の宵い祭りは神迎えの神事で、木枠や竹枠、針金を用いた型枠に彩色した、老引き和紙を貼って作った御所者や、御こなどの出を最上部に乗せた横丁。 浦町、上町、新町、三倉町、辰見町、七津屋それぞれの大安頓七7期、中安頓三3期、小安頓十三3期合わせて二十三期の安頓が、良い朝、良い朝の威勢の良い掛け声のもと夜高太鼓を、打ち鳴らしながら、町内を練り回し、夜には安頓に火が灯り夜空をほのかに染めながら練り、回される。一日には、安どコンクールが、二日の午後十一時過ぎからは、 大安頓による引き合いといわれる喧嘩安頓が行われ、喧嘩祭りとして知られる。なお4月30日の前夜祭りには、文久年間の夜高安頓を再現した、文久の大安頓の練り回しが行われる。3日の本祭では、4期の引き山と先導役として1台の屋台が巡行する。祭礼当日、福野の中心部で銀行が3つ集まる交差点。 通称、銀行四つ角に午前9時40分頃、4機の引山と屋台1台が揃い、午前10時より出発式を行った後、約200メートル先の福野新名車に向け出発し、福野新名車では、神事と伊予歌の奉納を行い、午前11半頃から引山は、拡張内を午後4時頃まで巡行する。なお、祭り奏司の伝承などから夜高安どの方が、 次第に盛大に行われるようになったこと、明治以降は全庁揃っての引山巡行が少なくなり、特に昭和10年代中頃から戦争の影響で、長らく引山巡行が途絶え、昭和40年代後半になって、ようやく2機が復興、再び全4機が揃ったのが、平成10年代後半になってからという、歴史的背景もあり、1日、2日の宵い祭りである。 夜高安どの練り回しや引き合いの方が有名で、毎年7から8万人の観光客が訪れ、盛大に行われる。福野夜高祭りは、2004年7月16日に、県の無形民族文化財4期の引き山は、同年10月16日に、市の有形民族文化財に指定されている。また2006年に、と、山の文化財百選に選定され、 2014年10月には、福の夜高保存会が、地域文化功労者。2017年12月20日には、日本ユネスコ協会連盟の、プロジェクト未来遺産に選ばれた。2015年4月には、南都市の各祭礼で、伊予屋台を持ち、伊予歌を継承している4団体が集まり、地方、歌台での技術向上、育成、継承保存を目的に、 何都市やぬた伝承保存活動協議会を立ち上げた。また、何都市も支援のため補助金を交付する。2020年4月4日、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係所団体はこの年の夜高の練り回し、引き合い、引き山の巡行などの中止を決定し、社殿での新事等は言った。また、翌千二十一年の祭礼も、ダイアンドンの練り回し、 引き合いを中止、引き山巡行をやめ展示のみに留めるなど、規模を縮小し、行う、大安どは高さ2畳1尺で、小さな車輪がついた、それ状のすり木といわれる台車の左右に、練り回すための大棒といわれる約7.8メートルの、太い丸太2本を、そこに横棒を前後4本ずつ入れたに縄を用いて組む。すり木の中心には辛抱を刺し、その辛抱には、下側から、 おかみあかり、七つやししなどと書かれた連絡とも言われるといわれる長方形の立方体の暗読、その前後に釣り物といわれる暗読、その上に傘に水引幕を張った傘鉾、そして最上部には出汁といわれる御書者や御腰、船形を片切った暗読が載せられている。連絡、釣り物、出汁は約2ヶ月かけ木枠や竹枠。 針金を用い入りネイブタのように立体的に成功な型枠を作り、そこに色とりどりの彩色をした和紙に浪引きを施し貼ったものである。夜になり中に火が灯ると、より一層出汁や釣り物が鮮やかに立体的に浮かび上がる。なお、大安ンの出汁、前後の釣り物のテーマは各調決まっている。また中安ンは高さ約5メートル。 長安どは高さ約3.5メートルから4メートルで、形状は大安どと同じである。明治以前は高さが約11メートルもあり、現在の安どよりも背が高く、スマートだったと言われ、文久の頃には高さ4畳ほどあったとされるが、1892年には、町内にも電線が引かれるようになったため、1892年頃には2畳5尺に、高さ制限をし、 その後1910年には、全庁に電話線が引かれたため現在の高さに規制された。福の文化創造センター、ヘリオスには、横丁の大安丼一基が常設展示されているほか、富山市内にあるマスノス司の源の工場に併設されている、マスノス司ミュージアム内のレストハウスには、新町の大安丼一基が常設展示されている。文の上から出し、 傘さ釣り物、連学福野会長350年を記念して、2000年の前夜祭りより一番背の高かったと言われる文久年間の夜高安頓を復元し、福野駅前で再礼中の展示を開始。2005年の前夜祭りからは、電線地中化工事が完了した福野駅前通り、約200メートルで練り回しを行っており、観光客など、 誰でも練り回しに参加できる。ダイアンドンは、町内の有志と、富山県内外よりボランティアを募り作成され、三代目で、ある、現在のアンドンは、高さ約16メートル弱と非常に大きく背の高い夜高ンドンである。なおこのダイアンドンの製作者が高齢化し、またに泣いても少ないため、2019年の祭礼をもって20年続いた。 大安ン,ンの練り回しは休止することとなった。当センターがオープンした1991年により、アトリウムに展示されており、現在のヨルダカ安ン,ンは3代目でいずれも横丁が手掛けたものである。1996年には、神戸市にも遠征した2代目に、2015年12月22日には、現在の3代目に19年ぶりに改修された。ヨルダカ太鼓は、 夜高を出す七つの町が祭りを盛り上げ、引き合いでは鼓舞するため打ち鳴らす勇壮な太鼓で、以前はそれぞれ七町内が保存会を持ち、保存伝承、育成に努めていたが、1966年にこれらの保存会を越中夜高太鼓保存会に統合した。2016年11月には結成50周年を迎えた。二日。 深夜11時過ぎから大安ど7期で行われる引き合いは福野夜高祭りのメインイベントで安どを引く若手はもちろんのこと観客たちも興奮と熱気に包まれる富山県内で行われる多地区の引き合いは正面から勢いよくぶつかり合い安どの全部で相手の前面に釣られた釣り物を潰し合うのだが福野の引き合いは狭い道路ですれ違いざまに 安ドンの上に登った多くの若手たちが手や足を使い直接相手の安ドンを壊し合うのが大きな特徴である。七期の大安ドンは、上り安ドン、下り安ドンに分かれ、下り安ドンの山頂は安ドンがギリギリですれ違えるほどの狭い上町通りに、ほぼ等間隔で、上り安ドンも相対し順に並ぶ。なお、三倉町は中立とされ、下り安ドンの最後尾に並ぶが、 引き合いは行わない。並び終えると若私たちは酒を組み交わし、服の夜降雪を歌い、夜高太鼓を打ち鳴らし、良い朝、良い朝と異性の良い掛け声を上げ、観客ともども気持ちを高ぶらせていく。やがて最強と書かれた提灯を持った、世話人が一箇所に集まり打ち合わせが始まる頃になると、多くの若私たちが次長の安堂に上り準備を始め、世話人が、 それぞれの町内に戻るといよいよ引き合いが始まる。上り安どん山頂が順番に動き出し下り安どんの横を順にすれ違うが、下り安どん側は後部大棒を斜めにずらし上り安どんの行く手を阻む、その際お互いの安どんの出し、釣り物の骨組みである木枠、竹枠、また和紙を直接手や足で蹴り、破き、引きちぎり壊す。なお神明者の神様は、 女性で安頓が壊れれば壊れるほど喜ばれ、その後一年が良い年になると言われており、時には本当の喧嘩、転落事故も起こる。約5から6メートルの高さで行われる激しい空中戦に観客も熱狂し、最高潮に達する。そして山頂と相対し安頓がボロボロに壊れすべての引き合いが終わると、各町の世話人が集まり、 祭事が無事取り行われ終了した旨の報告と、来年の引き継ぎとして、シャンシャンの儀と言われる手締めが行われ祭りは終了する。なお、富山県内の津沢夜高祭り、生姜観光祭では1日目、2日目と引き合いが行われるが、ここ福野では2日目だけ行われる。これは、他の地区の引き合いは、安闘全部に釣られた釣り物だけを潰し合うため予備のものと交換できるが、 福野では前日の通り安ど全体をつぶし合うため、修復不能になるからである。四基ある引山のうち、横町、浦町、辰見町、新町の三基の引山は、高岡五社さんと同じように段次に鉾柱を、縦花傘をつけた、花鉾出しで、上山と下山の二層構造からなり、上山中央の鉾柱の上部には、髭子と言われる竹籠をつけ、 その周りに菊のカラフルな花びらをここつけた咲き竹を放射状に広げた花傘の矛山で、矛柱の先端には止留めがついており、本座と言われる御神体を備えている。また横丁の引山には合座人形としてからくり人形が備えられている。もう一つの上町七つ屋の引山は富山県内では唯一ここだけの船矛引山で、高さは 約5.3メートル。こちらも、上山と下山の二層構造からなり、上山には、花笠ではなく入りも屋造り東波風の屋根を備えた、船形形式の引山となっており、中に、本座を備える。船首には、翌朝2.3メートルの中国の創造上の鳥で、水難除けとされる木彫りの劇が飾られ、彫刻が施された大きな火事が、船尾についている。 4基の引山の下山は、満幕が張られている山と都庁の山がある。また車輪は4輪の第8車様式で、板車、または、野車である。引山は1939年に、戦争の影響で引かれなくなったが、1973年に、横町と上町、七津屋の2基の引山が復活、その2005年に、浦町、辰巳町、新町の2基の引山が復活し、 翌2006年の祭礼よりおよそ70年ぶりに4期、すべて揃っての巡行が行われている。屋台は引山を保有する4町がそれぞれ持っており、すべての屋台が引山を先導して巡行しようたを披露していたが、1952年以降全く引き出されなくなった。その後2006年には、最も保存状態の良い上町、七津屋の屋台一台のみを祭礼時引き出し街頭。 展示し、3日の引山出発式では、福の案歌保存会が、伊予歌を披露したが、担ぎ手などの人手不足などから、引山と共に巡行することはできずにいた。しかし、何年姿勢10周年を迎える2014年の祭礼より、引山を先導し、引き回す計画を福の引山保存振興会が、発表し、伊予歌の三味線、笛、太鼓の演奏者、 歌い手等の若手育成にも力を入れ、担い手の確保も目指すこととなった。その上町、七津屋の屋台は、長さ3.6メートル、幅2.7メートル、高さ3.6メートルの三層構造である。最上部には、外観、内部とも精巧な家屋の模型が載せられており、二層目は、白漆が塗られた欄間が、最下層部は、格子が巡らされている。また、 屋台はこれまで人が担いで移動するものとなっていたが、屋台引き回し復活にあたり、上町七津屋の屋台には、上派な引山祭りの伊予屋台と同じように4本の足に車輪を取り付け移動の負担を軽減している。また、祭り林や伊予歌を演奏する伊予歌保存会は、祭り屋台の中に入り移動しながら奏でるが、下層部には床がないので、 屋台の移動に合わせて歩きながら演奏する。なお残り3丁の屋台は、現在保存状態が悪く引き出すことができない。2014年5月3日の本祭には、待望の引山を先導しての屋台巡行復活の予定だった。しかし屋台倉出し後、A 揃え場所の銀行四つ角まで移動させたが、突風により屋台の屋根の一部を破損したため、これまで通り引山のみの巡行が行われた。 なお、引山保存振興会は、屋根を修理し、来年以降巡行を実現させたいとし、同年10月に修理を行い、2015年の本祭で63年ぶりに巡行に加わった。1973年10月、東京銀座で夜の歩行者天国にて行われた銀座光のパレードで夜高に4機を練り回した。1996年、阪神。 淡路大震災の被災地である神戸市にて被災地復興を願い市民を元気づけようと横丁が大安丼を練り回した。これまで2002年3月23日、2010年に夜高祭り発祥の起源といえ関わりのある伊勢神宮にて安丼の練り回しを行っている。2010年には高さ15メートルの分級の大安丼を 鳥居の前広場で練り回し観光客に好評だったため、式年遷宮が取り行われる2013年にも参加依頼を受け、横丁と七津屋が中安丼、新町が小安丼を持ち込み練り回すこととなり、伊勢神宮の夜間参拝が行われた同年8月1日、関係者、約90人が出向き約400メートルの下空参道を練り回しに往復した。また小安丼は、 現地の子供たちが発表来て練り回しに参加した。2011年に、フランスのリオン市で、毎年12月8日から11日に開かれる光の祭典に、新町、上町、横町の3期の大、中安ンと、裏町の2期の小安ンと共に60人が、初の海外遠征し、リオン市街地約 3.5km を、良い朝、良い朝の威勢の良い声と共に、 夜高安どんを練り回した。期間中遠征団員のほか現地法人や一般人など、毎夜約100人が安どん練り回しに参加したほか、リヨン市庁舎では、福の夜高祭りの企画展も行いともに好評を得た。最終日には、宵祭りでも取り行われる、シャンシャンの毛を披露し締めくくった。リヨン市ではこの年3月に起きた、東日本大震災からの復興を目指す日本より、 日本で行われている光の祭りを招くこととなり、福の夜高が招聘された。リオン市内は路面電車が走っており高さ6メートル以下の制限がある。現在のダイアンドンは約6.36メートルあるため高さ調整の必要があるが、アンドンの組み方の工夫だけではクリアすることが難しいため、一番上に乗せられる出汁を9月頃より一回り、 小さいものに新調するなど特別仕様として対応した。2013年7月27日、福島県南相馬市で毎年行われている相馬や馬追いの前夜祭りパレードに東日本大震災の被災地復興を願い、裏町の中、小2期の夜高安ンが出向き、現地の子供たち35人も参加して練り回した。 また2017年には、同祭礼に4年ぶりに再訪し、2期の中、昭安丼を練り回した。ありがとうございます。